今日で最終日となってしまいましたですね。今日はスタジオ生ボアッチということで、はい、武田さんのプライベートをスタジオで直撃してみて、今日なんかすごいけど、え、元気ですよ、プライベート話してみよう。はい、スナミク富士川君のイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。見たい、のぞきたい、あなたの依頼に応えたい。津波くん、藤川くんのボアッチ探偵団。わわわ。さあ、あのですね、皆さんのファンクラブとかいろいろあるようですが、武田くんもですね、武田信弘サポーターズクラブっていうのがあるんですよ。ラインサポーターズクラブ。ラインサポーターズクラブ。ね、武田。はい。あるんだ、ライブ。あります。これは、こう、解放みたいなやつがあるんですけどね、これが3ヶ月に1回、送られてきて、この番組聞いてですね、引退をしたいという方は、ですね、東京03-5411-5578 いいか、03-5411-5578、くれぐれも間違い電話しな、しますしないようにね、今週の影山のラジオを聞いて、再開したいという東京の方もそちらです、ね、03-5411-5578 一緒です、同じ番号です。ということで今日は今日の番組どうなるか分かんないですけど、これね、ちなみにこれすごい内容結構面白いです、一通り目通しましたけど、ぜひあの入りたい方はこちらの方にお電話ください。はい、さあ今日は直撃生ボッチですから、お願いします。はいはい、いろいろ聞いてみたいと思いますが、今日はカバン持ってないんだよね。そうそう、カバンの中身とか調べたいんだけど、うん、持ってないからちょっと聞きたいんだけど、大体いつも入れてるものって何ある？ドレッシュ、電話、うん、ディップ、うん、あ、部屋ね、あ、頭のね、ディップね、サングラス、うん、あとこれぐらいかな、普通のシステム手帳みたいなもんだな。じゃあ、もうみんな聞きたいのは携帯電話だよね。あ、そうそう、ちょっとちょっと話したことあるんだ、携帯電話にいろいろね、女性のメモリーとか男性の名前とかたくさん入っているんですよ。ちょっとここに携帯電話だけはあるんだね、ちょっとそれはちょっと見せていただきたいなと思うんですけど、まあ普通赤から順番に入ってますからね。じゃあ、あでいきましょうか。あ、赤から、じゃあ津波君が発表してみます。確認しますか。あ、何これ、なってますね、ピッピッピッ。今、8個まで全部女性の名前です。はい。え、もう、繰り返しでしょ、繰り返しでしょ。とりあえず、青ですね。うん。名前言いませんよ。8個は、まあ、全部。8人いいわ。ん、いいですか、これ女性専用なんですか、もう男です。あ、もういいことですね。石井さん。石井さん。でも、おかしいのは、男性は名字、女性は名前で書いてます。これはユカ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 何言ったお前、本当ユカ4人何も違うじゃんこれ、会社と携帯とポケベル、それだけでも3つで、それはユカで、これ本当だから俺それ何なんだろう、見ててユカ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 、何ユカが出てくるの、それだけでも3つでしょ、違うだよね、芸能人なんてもらうくらいがうまいから、また藤川先生がいろいろ調べてたんで、いろんなプライベートしたいんで、はい、みんなが知りたいのは芸能人の人のこういう、あれは派手だから、はい、いろんな友達がいると思うんだけど、でもね、特に仲いいかな、特にやっぱアッコさんでしょ、若いアッコさん、アッコさん、で、そんな最近はあんなことないけど、この間、あずまみきしさくんとか、あと陣内さん。陣内さん、はいはいはい。あとは、ね、そう。あと誰だろう。あとは、野球で清原ぐらい。清原選手。清原選手。薬師寺さん。薬師寺さん。プロボクサーもね。あとは、梅宮達夫さん。ああ、お嬢さんの方も。お嬢さんも。お嬢さんも最近お会いになったりはしないんですか？いや、全くないです。ああ、そんなに言えないでしょ。でもね、そんなことないですね。もうかなりお父さんから気に入られてね。お父さん好きですよ。お父さん好きだ。はい。で、休日の過ごし方、ちょっと。休日はですね、近所に5歳の子供がいるんで、毎週電力館とか、あの原宿のキティランドに、今週も行きました、先週も行きました、日曜日。それなんだよ。あの、3階に住んでる子供の男の子が5歳の子がいるんですけど、その子と一緒に手繋いでいつもポルシェ乗って。旦那いるの？いやいや、お父さん仕事してて、結構忙しい、店やってる子だからね。お母さんは？お母さん店一で手伝ってて忙しいから、子供を3人いるんですよ。女の子、男の子で、その男の子と今週も電力館とキティランの2人で。特にその、本当に？子は別にお前とは関係ないよね。関係ないよね。その子がなんか170ぐらいあって、ボディコンかなんかしてることない。そうじゃないよね。なんか武田の意外な一面が今、ランジ。ダンディ、その子が可愛くて好きなの？それお前、武田に懐くとか。結構懐いて、結構面白くてね。へぇー。だから、大体日曜日はそうして。子供と。子供と。
平日は平日は大体、ね、私が言いましょう大体卵で飯食ったり一人で飯食ったり昼飯ね昼飯晩飯とか一人じゃねつまんない、まあ、つまんないからねで女の子で飯食って12時には寝るとああそれはサッカー選手ですからね、まあ、たくさん来たいんだけどね、うん、もうね時間がかかっちゃったないろいろ来たいんだけどね、うん、じゃあ結構モデルさんの仲間がたくさんいると思うんだけど、はい、頭文字で2つぐらい教えてくれない知ってる有名なところでイニシャルえ？タレントさん？週刊誌の皆さんも聞いてるよって言っちゃったんだけど。タレントでもいいや。下でも上でも上でも名前でもいいから。イニシャル2つ。A さんと A さんか。あれだろうなぁ。いいよお前。適当に食っちゃえ。わかりやすいんだ。みんな考えてください。そういうことです。今に行くよ。藤川くんの？イエローカードなんて怖くないよ。さあ今週いよいよスコア最後でしたけど武田選手が来てるということでサイン入り武田コレクションプレゼントということで、アルマーニのハンガーまず1番アルマーニのハンガー2番ネクタイピン3番バーニーズニューヨークのパンフレットサイン入りですサイン入りそれから4番がテレフォンカード、ね5枚、はい、5枚、はい、全部サイン入りはいそれで今日、まあ、必ず月火水とキーワード言ってますん で、はい、で今日もキーワードがあります4つ目のキーワードが出ますんで、はい、ちょっと言ってもらいましょうまとめて今日のキーワードはコナカですコナカこの月曜日から木曜日までの全部のキーワードをですねハガキに書いて、はい、それでそのアルマーニのハンガーかネクタイピンかバーニーズニューヨークのパンフレットかテレフォンカードか何か一つ指定して、はい、あのおハガキ書いてくださいで郵便番号がですね187日本放送津波くん次回このイエローカードのパンフレット武田スペシャルプレゼントの係まで必ず欲しいものを指定して書いてくれお待ちください、はい、待ってますありがとうございました最後一言なんかえリスナーにいやこれからも頑張るんだよろしいかありがとうございました。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。